村の皆さん、ドン信仰しませんか。絶対もうめっちゃもうドン信仰嫌い。5番さんの信仰がおかしいでしょ。自分は5行くよ。1番さんも5行こう。5番ずっと投票して。わけがわからない。これは7番の発言で8番を釣る、8番に投票をしているから7番と8番。現ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。何を話そうか。ドン進行してください。村の皆さん、ドン進行しませんか。はい、占いと霊のドンしませんか。騎士に関しては別に出なくてもいいと思ってるんで、騎士の方は出なくていいけども、ドン進行してくださいよ。嫌な人は嫌がると思うんですが、それをすることによって全人外露出も狙えるっていうところで、俺はやりたいと思ってるわけだから、ドン進行してください。トップバッターなんだから、進行論しか話しようができないから、グレーの精査なんて2周目話せればいいと思ってるから、もう2番、もう1番さんからもドン進行のこと触れないで、自分の思考開示から言っていってほしいかなと思っていますね。はい、ドン進行して、1番さんどうぞ。1番、今日騎士もないし占い師は言わんでいいし。はい、おはようございます。役職の使用特にございません。で、9番さんがドン進行しようということで、まあ僕はどっちでもいいんだけど、あんま全人外露出っていうのはほぼほぼ 99% ないんじゃないかなっていう。人狼って夜の時間にどっちか占いしてるとか、なんかそういうの決めてると思うから、全人外露出はねえんじゃないかなと思うから、まあ役職に任せようかなとも思うんで、僕はどっちでもいいですね。それはそれで面白いし、ただ面白いからっていうで別に強くはないと思う。ただ9番さんがその発言で白くなるとか黒くなるとかっていうのもどっちでもないんで、まあどっちでもいいんじゃないですかってところが正直な感想ですね。お任せします。ただなんかやるって決めたからにはやるって決めたいんで、まあどうしようかな。2番さんがじゃあ決定してください。2番さんがやるかやらないか、それにみんな従いましょう。2番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあまあ1番が何者かは知らないけど、2番が決めてってことなんで、この村はドーン進行を取りましょう。ドーン進行は9番は何かって説明する義務があると思います。行えるんだったら9番の位置で占い一斉霊能が一斉に2周目チャット使用するっていう進行ですね。でその全狼になるのは 99% がないって一番言ってる、俺はそれは分からないけれど、そのドン進行を取ることによって、所定囲いをするときは仕方がないと思っているが、なんていうか前提として占い進路霊能心境だよねっていう進行は強い時代があったわけで、その時に偽が囲いじゃない場合、新占いに白をぶっ刺しちゃう、いわゆる破綻ではないけれど、まあ、若干破綻気味の盤面を作ることができるか強いって言われてるから、まあ、9番はそれを唱えるんだった時って、じゃあ同進行って何なのかって唱えるべきだと思いました、率直に。ただ、まあ、2番が決めていい、1番が何者か知らないけど、じゃあ同進行を取りましょう。ここの裏は3番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。村人陣営でした。ということで、まあ、9番さんがじゃあ同進行の提案で、1番さんがやっていいんじゃない、2番さんが良ければ2番さん決めて、で2番さんが1番さんが何者かわからないけど、じゃあそれを取りましょう。今この発言聞いた中で一番人外要素が高いなと思ったのは1番さんです。1番さんってドン進行が強いっていうふうに思ってるんですよね。じゃあ2番さんが人外だった時、いやドン進行やらないです、私占い師です、私霊能師ですって出てきた時、どうするつもりだったんだろうなっていうふうに思ってるんで、なんでそのドン進行するかしないかの決定権を2番さんに譲るのかなっていうふうに思いました。2番さんの白透けしてるんでしょうか、それとも1、2、ローローなんでしょうか。なんかそんな感じがしました。だから1番さんが2番さんが決めてって言った時に、2番さんが1番さんが何者かわからないっていうのが、なんか少しライン切りにも見えるっちゃ見える。まともな発言をしてる2番さんなのか、1番さんはなんで2番さんにそれを言ったんですか。じゃあ私がやりますって言えばよかったんじゃない、1番さんヘイト変えたくないのかなって思った。4番のプレイヤーが発言します。いや、どん進行するんすか。マジで。じゃあまあ村の右にならしょうがないけど、
まあいいや、9番さんは、本当不利になるから、一人目で、役でみんな出てくるから、9番さんのところで、9番さんが本当に頑張ってほしいと思ってる。本当、俺はやりたくないけど、まあいいや。で、グレーに関しては、あ、ごめん、グレーじゃない。9番さんから3番さんに関しては、まあそうだね、まあ9番さんはそういう理由。3番さんに関しては白いかなと思ったかな。自分もちょっと、なんで1番さん、2番さんに預けてるんだろう、その選択肢と思って。なんだろうな。ちょっと1番さんがやし、2番さんに関しては黒いかどうかわからんが、1番さんはちょっとそれなくないと思ったから、3番さんは適切だなと思ったから、3番さんは木のスリッチじゃないと思ってます。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。え、一番さんが黒い理由が全くもってわからないし、まあ、一番さんって9番さんに言った 99% ないだろうって夜のうちに決めてるぐらいだろうって言ったことは、まあその通り僕もそう思ってたし、夜の会話で決めてるやろと思ってたんですけど、まあ、夜の会話で決めてる一番っていうのはあるんかもしれんけど、僕的にはこのドーン進行って絶対的に占い師、真の占い師さんがかわいそうやと思うんですけど、だって精査どうやってすんの、真の占い師さん。人外はどこが老かって、どこが村かっていうから分かってるから、ある程度なんかそれなりになんか考察落とせそうな感じするし、だって人外だしライン切りとかもできるかもしれんけど、真の占い師さんってどうやって考察するのかなと思うんですけど、まぁ、ちょっと楽しみにしてます。6番のプレイヤーが発言します。はい、特に必要ありません。まあ真の占い師は別にかわいそうとは思わないけどな。むしろ多分人外の方がかわいそうじゃないとは思うけど、まあどう進行するんならもう初日ロケットショーのルールの方がいいんじゃねって思っちゃうけどね、俺はね、それするんならって感じだけど、まあ5番が1番が 黒いと思わなかったってのは俺もそうかな。3、4が1番が黒いと思ってるにあんましピンときてないかな。別に1番はしかも強いなんて言ってないし、むしろ弱い方って思ってるけど、9番がそれをしたいんだったら別にどっちでもいいから適当に隣の2番に決めてって言ったのかなって思うから、3番が1の評価でヘイトを買いたくないってのがピンときてないぐらいですね。だから5がちょっとまあ視点は合うかなぐらいで、3、4がちょっと合わないかなぐらいですね、現状は。以上。7番のプレイヤーが発言します。こっから占いしようがあったら偽っていうのはもう言うね。今ここで言ったらその人が占いしようする可能性があるから、それはあえて言わない。今日の釣り位置は1と5かなと思ってる。その理由ってこのドン進行って、狼って意外と占いないのを透かすんよね。モラリある行動は占いないのを透かさないことだから、まず1番さんと5番さんがそれに反対してる時点で占いがないか、もう1番さんと5番さんが占いだったら出てるんで、まずないから、で、みんな1番怪しかったと思うよ、やっぱ視点的に。3番さんがまず1番さん怪しめに言って、4番さんも1怪しめに言って、5番さんが1を怪しんでない時点で、多分5番さんの視点がやっぱおかしいから、5番さんが1の、白を見えてるのか、それとも、5番さんが強靭で1をかばってるのか。だから自分釣り1は1、5で上げときますね。8番のプレイヤーが発言します。すいません、ミュートにしてました。釣り1は4、6、7。1番さんに関しては、9番の進行が強いかはわからないって言ってて、わかんないけど、やるんだったら決めてやりたいから2位決めてって言ってるだけだから、別に、怪しい要素ってないんだよな、別に。だけど、3番に関しては、その1が9の進行が強くないって思うんだったら、別にやる必要ないじゃん、2に任すなよっていう視点は、うーんって思いながら聞いてたけど、4番ってその3に乗っかってるだけだし、なんか4の口から1が怪しい理由を明確に述べれてない、6番に関しては3が怪しいって言ってさ、3、4とは言ってたけど、なんで4を釣り位置に投げないのって思ったし、7番も釣り位置おかしい。9番のプレイヤーが発言します。はい、どうぞ。はい、わかりました。あ、これ9偽だ。
9、俺にしろ。ああ、そう。じゃあ4番オオカミですね。多分ね、わかりませんけど、まあどうなるかっていうのを見計らっていきたいとは思っていますけどね。はい、騎士の方は出なくていいです。絶対に出なくてください。俺違和感があったのは、3と7かなと思っていて、3に関しては、まあ3がローではないとは思うんだけども、3がローだった場合ってなると、1、2のこと、1、2ローローってなんじゃないって言ってるから、3がローだったらそれはないと思ってるから、3はちょっとがいいかな。あってなると7、8かな。7番に関しては1番が変って言ってるんだけども、どこが変なのかがよくわからなかったかな。1番自身は2番に、同進行しませんかって言ってる人物は、4番接続切れじゃねこれ。接続切れだな。待つか。まあ説明するか。7番が1番に対してそこを殴ってくる構図がよくわからない。8がちょっとその 7って言っているところが、俺はちょっとライン切りに見えたかな。7、8なんじゃないかな。4、7、4、8。7、8にいると思うけどね、俺。それ7番自身が自分自身で157って言ってたから、7強人の4オオカミかな。なんか釣り位置157ってなんか言ってた気がするから、7番強人の4番オオカミ寄ってるね。だから今日の釣り位置はね、8番だね。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目ですね。よろしくお願いいたします。まあ一応ね、なんかみんなに言われたから言うと、3が俺が同進行強いって言ってたからって言ってたけど、俺は別になんか強くないと思うって言ったんだよ、俺は。だってなんか盤面的にさ、村が有利になる可能性も確かにあるかもしれないけど、役職が出ない分、1周目の発言がほぼほぼ無駄になって、2周目特に序盤の9とか、俺の発言が伸びづらくなる。発言序盤位置が振りすぎるよねってだけだから、まあなんか俺が2番に決定権を持たせたのは、別に2番が白とか黒とかどっちでもよくて、そのなんか同進行が村と陣外どっちが有利だなとか思ってないからこそ、この後やるかやらないかあやふになったら、それこそ発言無駄になっちゃうからさっさと決めた方がいい理由っていう理由で2番に任せただけで、まあ仮になんか新占い師がさ同進行すると思って潜伏したのに、陣外が普通に出てきた時にさ、まあ もしくはその逆だった時になんか占い生徒に無駄な雑念入ってしまうのがめんどくさいから、もう2番の段階でさっさと決めてっていう話をしただけで、はい、そこをなんか俺別に間違ったこと言ってないと思うから、それをなんか黒塗りしようとしてきてる3番と7番の位置が3、4、7が怪しいかなと思ってる。だからもうこれの精査だけで4番の占い師芯切っちゃって、俺はもう今日の釣り位置としては、まあ、いきなり占い師の4番にはいけないと思うから、まあ、3、7で決めようかなと思ってる。まあ一番最初にパンチしてきた3番にしてもいいんだけど、おこれ3番騎士出てくるんだ、それは申し訳ないわ。太鼓います？まあじゃあ7番に行こうかなと思ってる。でなんか9番さんが8番に行くって言ったけど、8番さんの俺への指摘はまっとらったと思うよ。7に行こうよ。2番のプレイヤーが発言します。いや、まあ3番が騎士で残念だと思っていて、3番の狼って俺割と弾けていて、1番指摘はまっとうであったから、まあ1、2ローとか言われていたけど、じゃあ1番釣りますかって、じゃあ1番手2番手何の目線選択権を与えるのっていうのは今説明したけど、ただそれ以上に3、4、7っていうのがしっくりこないから、1番落としでいいのかなと思ってる。もちろん俺は3番が真っ当だと思ったら5番も気になるんだけれど、釣り位置難しいっすね現状。ただ4番と9番の審議って1番ってどう思ったの？俺は9番に結構あんまり違和感があったから、4番審9番強陣2ローまでおったと思ってる。じゃあそこの2ロー精査どうなのって言ったら、まだ全然見えていないんだけれど、が釣り位置難しいですね現状。1番でいいんじゃないとは思ってますが、まあ2周目5番7番8番を聞いて黒かったらそっち入れるっていう程度、そこまで色が落ちてないって思っているから、ただ4番9番だったら9番の方が違和感だなって思った。3番のプレイヤーが発言します。現状弾けてんの7しかないんですけど、一番さん真っ黒クロスケですよね。僕一番さん釣りたいですけど、はい、占い精査で言ったらまだ4番さんが占い師としての発言は聞けてないからあれなんですけど、9番さんが新占いで鈍進行提案、どうでしょうね。いや、これ7の狼ないと思いますよ。だって7が、狼だった時に、まあ、出てなく
て、しかも囲われてない状態で1号の、釣り位置でいいんじゃないかっていうふうに挙げてるんですよね。ヘイト買いすぎじゃない？ 7 号カメだった時で、9番さんって、1号で挙げてて、違う、1号じゃない、7番さんが1番さん、5番さんのランを挙げてた時に、9番さんって7弾いて8に行こうって言ったでしょ。少なからず自分の、あの、城先であるところをラン定時に入れてる7番さんを釣り位置じゃなくて8にしたのってなんでだろうなってちょっと思うんですけどね。僕は今日圧倒的に釣りたいのは1、ただ1ってちょっと興味もあるかなっていうふうに思ってる。で、そうなった場合4、2000になるんですけどね。いや、狼道で言ったら結構1番さんあると思うんですけどね。いや、どうなんやろ。まあ、思考ロックはしたくないから、7と8は今日の釣り位置じゃないかなって思ってます。あんまり7の狼追ってなくって、8が4、7で上げたのもちょっとわかんないですけど、いや、ちょっとわからん。わからんけど、まあ、6番さんに任せるわ。7、8。4番のプレイヤーが発言します。あのね、まず村の人には、あの、思考をて、あの、ちゃんと人外と同じぐらいの思考にしてほしいのが、推移をね、まず占いっていうのは新居で出てます。これはもうはっきりさせておかないと、この時点で村人っていうのは不利ですから。人外っていうのは分かってるから、新居で出てるっていうのは。いいですね。そこははっきりしてほしい。別に俺のことを信じてみなくてもいいけど、占い師は新居で出てるって本当に思ってほしい。これは強く村に言う。うん、人外はすでに知ってるから、占いが新居で出てるの。この時点で結構アドバンテージがあるのは人外。本当に頼む。うん、で、俺9番さんにあの本当にドーン進行してくなかった、すげえ悩んでたんだけど、ドーン進行したくなかった理由は9番さんに白が出てて、まあ、9番さんは強靭確定してるんだけど、この状況って知らなかったわけでしょ。だから9番さんは2周目でがっつりみんなが出てくる状況だから白くなってねっていう発言を残してる。9番さんが白ってことを知ってるから、うん、ってことを挙げておきますね。そうですね、今日の釣り市でも一番さんはちょっとな、さすがに狼でこんな俺に叩いてくるかっていうのは正直ある。占い市に入っちゃうんじゃないっていうのが正直な印象かな。だから行きたくない。そうか、なんか8番さんあたりとかなんかなとか思っちゃうけどな。471なんつうんだっけ、347かいや34ですけど、うん、俺8釣りでいいかな。7番さんは結構尖った発言してるから、これもちょっと狼薄いかなって今のところは思ってる。うん、5番のプレイヤーが発言します。さあ思ったんやけど、 2番は2番ってなんか役職 あるんですか。僕は把握漏れですか。え、2番って城先でもないよな確か。2番どこ行った。2番さんの精査ってなんで抜けてるんかな。2番って 1がおかしいって言ってる人ですよ、4番さん。んー、なんで2番さんの精査せえ。僕は9番さんがもう同進行を提案して出る気満々だった。狂人か人狼か普通に真かもしれない。3番さんの言うとおり、その9番さんが真っていうのも、僕もね、そのドーン進行 しましょうよっていうのを、1周目で役持ってないのに、言えるんかなと思って、9番さんの位置で。トップバッターですよ。それされたら自分が困るくないですか。占い持ってるからかなって思ってたんですよね。で、それか、もしくはもう出る気満々で最初から決めてたか。どうすかね、4番さんのせい、2番はどこ行ったんですかね。2番結構僕は違和感感じてるんですけど。1黒いっすかね。1番さんして3がおかしくなるのも普通やと思うねんけどな。6番のプレイヤーが発言します。まあ。釣り位置じゃないんでいいんですけど、5番さん、それを言うんだったら、2番のおかしいところと、2番がしている1のおかしいところがおかしくなったところを指摘しないと、多分伝わんないっすね。まあ、一貫性が一番あるのは、グレだったら7かなと思ってるから、7以外でいいんじゃないかな
と思うかな。まあ3番には占い声もありっていう考えだけを持ってもらったらいいかなって残しときますね。まあ128が弾けない理由が1番が34が1に指摘していることと7番が1に指摘していることは全く別物だから、1番が34と7を同列に扱っていることが気になった。2番に関しては1はちゃんと、まあ、俺は同列が気になったけど、3、4に叩かれたのは不当だから、1番は4番の方を偽と思ってるって発言は確か残してました。8番に関しては、4、6、7ってのがあんましピンときてない。俺は別に釣り位置じゃなくて、3、4が意見が合わないってだけで、なんで4が釣り位置じゃないのって言ってるのがあんまし意味わかんないのと、7番はしっかり1号の理由は明確にしてましたよ。ちなみに言ってた理由は、1号が占いとかを透かしてた、占いとかがないのを透かしてたから、人外は多分7番の思考で、そういう同音進行になった場合、透かすもんだっていう考えがあっての1号の指定なんで、8番はなんか話を聞いてないかなって思ってるから、まあ7以外でいいんじゃないですかって思います。だから1、2、8の人気投票で大丈夫です。7番のプレイヤーが発言します。ああ、よかった。1周目言わなくてよかった。1周目ちょっと俺が隠してたことあったじゃん。あのやつを言うね。俺9番さんから占いから出たら、9番さんから偽っていうのを言おうとしてた。それ言ったら9番が出ないから言わなかった。なぜ9番が偽か言うよ。占い師だったらそれ言わないから。占い師だったらそれ言わずに陣外先に出して、最後で2日目、2週目で占い師をした方が絶対いいから。9番が同進行を唱える時点で、9番が占い師だったらメリットがないから、9が占い出た、霊能だったら俺は良かった。占い出た時点で、俺は9の偽だろうなって1週目言おうとしたけど、俺はもう言わなかった。だから9が偽の4進だから、3番さんは4越えをしてほしい。で、俺やっぱ一番黒いの5番さんだと思う。で、5番さんが1を白置きしたんで、俺やっぱ1ないと思うんだよね。で、俺が猛烈に1と5を叩いて8が7釣りをしてきたのは、やっぱ俺8ローだと思うんだよね。で、やっぱ視点が合わないとこに俺やっぱ人狼いると思うのよ。で、9番さんが5に白打った理由も、5番さんっても占いないの透かしてるから、9が5に白打ち安定だし、一番黒いとこに白打ってるのも9番さんの強靭要素ね。まあ正直今日5番さん釣りたいけど釣れないんだったら、まあ8番さんの発言聞いて8か1どっちかだね。8番さん目線1と5って黒くなかったの？まあ8番さんの発言聞いて1か8どっちか入れます。8番のプレイヤーが発言します。いや、1と5って、1の色は分からんけど、1が殴られてるっていうのがよく分からなかったからね。だって1番さんって9番のやってることが強いか分からないけど、やるんだったら2番、もうやるんだったらやるがいいから、もうじゃあ2番さん決めてっていうのは、1番さんってその進行が強いか分かんないから、やるかやらないかを決めかねてるから、やるなら2が決めてっていう発言だから、あまりそこから黒要素って取れなくて、3番って1番を殴ってるけど、だから1って9番がやってることがわからないんだったら、わからないのに2に任すのって言ってて、でも4番ってそれに便乗してるだけで、なんだろう、1の黒要素言ってなくて、天で、草さんギフ4番トありっがて私ちとょっと匂わせてるような発言があったと思うんだよね。やるの？やらない？やるの？これ？マジ？みたいなのう。あ、が、光さんギフトあん？みりがたいなと感じだったんだよな。だから、7番さん視点で、4番が真、9番が偽、9番が真だったらやらない論がわかんなかった。まあ、確かに、その5番さんとか、占いないの透かしたのかな？わかんないけど、透かしたっていうその論はわかるけど、7番視点で、その占いないのを透かすのが無理ないから狼だって言うんだったら、占いっぽいの透かすのってどうなの？出ますよっていうアピールに見えるんだよね。ドン進行やる上で僕出ますよっていうアピールに見えちゃうから、4の方が偽に見えるんだけど。全プレイヤーの発言が終了しました。私が悪人ですって？もう怒りますよ。作ろうかな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。なんか悩んだけど、いやなんかツリーチはね、2か7かなと思ったけど、7番さんが言ってるその1号がないのをすかせた、まあ1は透けてたかも、5は分かんなかった、4番が真に見えるっていうのが、だってさ、同進行やるん、やるっていう風に村がなってるのに、私4番さんって結構占いアピールっぽいこと出ますよっていう伏線に見えたから、4番さんが死んだ時って絶対それしない方がいいと思ったんだよね。7番さんが1号に対してその占い師がないことを透かすのが村りないって言うんだったら、4番も偽に見えないのかって思ったから、4進9偽って言ってるリオンがちょっとよくわかんないなって思ったんだ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。あ、8黒か。マジっすか、8番さん黒なんすか。なるほど、漂白紙かな。初の白はじきした。なんでこう占い師ねえんだろう。9がシーリング占い師だと思ってんだけどね。9が人外だとしたらトップバッターだからさ、盤面固まった後に発言伸ばしてないから新目取りに行きづらいし、9が強人だとしたらさ、占いにご主人様出して三四番目にしてしまう可能性あるから、ただ自分に不利なことをやってると思ってんだよね。まあ、新占い師でもやってほしくないんだけど、発言伸びないから。だからなんか新目取るのがめんどくさいから占い三四四にして村にローラーをしてもらうように考えた9の新占い師見てたんだけどね。でなんかただ4がその釣り位置に上がってる俺をなんかかばいに来た。1は占い位置に上がっちゃうから黒じゃないんじゃないかって4が言ってたんだけど、それは俺をご主人様だと思ってかばいに来た4の狂人なのかなって思ったけど、なんかみんな7を弾きがちだけど、なんか俺どうなんだろうな。そうじゃないかな。でも結局8黒なんだ。だから8が黒なのはあのまま最終値で俺を釣り寄せばいいからかばう必要ないと思ったんだけどね。8どこ入れた？ 8 黒だとしたら81のラインってすごいみんな目線の声になってきてしまうと思うんだけど、4番さんにだったら俺を占ってほしかったってところもあるし、もし俺を釣りたいんだったら今日のうちに釣ってほしいってところもあるな。最終盤面で俺は8が黒だとしたら生き残れる自信がないんで、普通に九神のニーナーロールだと思ってましたね。2番のプレイヤーが発言します。まあ1番つって1じゃねえかなって思っていて、1番の2番投票の意味合いを言うべきそしたらって思っていて、4番9番が心境でしかないって思っているかな、この盤面下で。まあ7番8番4番狂人だった場合の7番8番狼って見えないぐらいだから、いつったら終わるんじゃないかなって思っていて、9番の2周目の精査は違和感でしかなかったから、まあ一番どうなんだろうね。9番が真4強であった時って5番黒だから、4番確実に5番占い、まあ俺が怪しかったら俺占いでもいいんじゃないって思っている人はあるけど、が一番つったら終わるんじゃないって率直に思っちゃってる。1番の2番投票の意味は、じゃあ2番が怪しい位置は2番の7番狼に見えたらその論理はっていう視点があるから、2番8やろぐらい。5番も俺ぶっちゃけ弾けるかなって思っていて、5番は2番怪しいって言っているけど、5番と8番狼で9番に囲われている段階で4番神を選択しないっていうのは冒険すぎると思っているから、5番の狼も否定してる、7番8番の狼もないから1番つったら終わるんじゃないって、4番8番狼で9番神っていうのは見えないからくらい以上。3番のプレイヤーが発言します。みんな4番さんの占い結果いらないのかなと思ってるんですけど、4番さんの占い結果貼ってないんですけど、なんで4番さん貼ってるやん。貼らないの。4番さん目線9が狂人ですよね。狂人が噛まれてるって感じなんですよね。5番さん占ってない理由って何なんかな。7番さんが怪しく見えたんすかね。ちょっと今日グレー1本行きましょうか。
まあ、安定で4いってもいいですけど。いやいや、4ローだったらさ、9かまないや。4番さんの白崎、9番さんでしょ。じゃあ4番さん、今日ちょっと生かしといてあげるからさ、5番さん占ってくださいよ、5番さんを。今日僕ちょっと1番さん詰めたいっす、マジで。1詰めて、だって黒落ちてんでしょ。じゃあグレー1本いけるでしょ。8番さん狼か。ごめんね。わかった。7と8ごめん。ちょっとあんまり狼に見てなかったから申し訳ないですけど。1番さん詰めて、4番さん目線は他のとこ占えるのか、一回占ってみてください。あとの進行6番さんに。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず3番さんに言っとくと、俺一応占い結果貼ってます。七代って1人目から、誰だか覚えてないけど、1人目から俺チャット貼ってますね。発行お願いします。で、俺、5番さんに関しては霊能だと思ってた。うん。で、5番さんが霊能だと思ってて、26はなんで、あ、2に関してなんで精査しないのって言われたときに、26、6にも触れてないんだよね、俺って。で、それは理由として、26ってそこまで黒く見えなかったから、触れる必要がなくて、もっと黒い8番さんとかに触れるべきだなと思ったから、26には触れなかったの。そしたら5番さんって霊能じゃないんだ。5番さんめちゃくちゃ黒いんだけど、単純に。で、7番さん占った理由なんだけど、8番さんが白だった場合、怖いのは7番さん。1番7番さんが白置きされてたから。それともう一つ、8番さんが黒かった場合って、わざわざ1番さんって占う必要ないです。3番さん、よく聞いててください。8番さんが黒だった場合って、1番さんは占う必要がないです。それは投票的にも 100% 1番さんでしょってなるから。1番さんっていうのはつられた位置です。8が黒だったら。であれば、1番さんなんてわざわざ占う必要ない。この場面っていうのは、一番怖いのは8番さんが白だった場合に7番さんが怖いこと。対抗軸だから。そして7番さんっていうのはつられた位置になかったから。であれば、占い師の仕事としては7番さんを占うべき。これは間違いない。だから7番さんを占ったら白でした。そして6番さんは例のね、やっぱ俺あったね。うん。6、黒要素全然なかったもん。うん。ってぐらいかな。だから自分目線っていうのはもうほぼ勝てるね。悪いけど1号どっちでもいいかな言って、はい、5番のプレイヤーが発言します。とりあえず3番さん 4行きましょう。絶対4は人外でしょ今の発言は。むちゃくちゃやん。もう6の上の把握漏れしてるし、4強人はぁ、どうしようかな。8とつながるとこ2なんじゃないのと思ってるんですけどね、僕は。絶対もうめっちゃもう同進行嫌い。ほんまに。これだから嫌いっすよね。普通にやりたいわ。僕も8番さんの発言で全然黒要素見つかれへんかったから。いや、7もそうなんですけどね。だってそれって結局なんかどう精査したらいいか、ようわかんない。なんか出方でとか9番さんの芯がないって。そんなことはないやろと思うんだけどな。もう二度とやりたくないですね、ドン進行。ねえ、6番さん。もうとりあえず4番さん釣りましょう。僕は 2か7かいるんじゃないかなと思って、4強陣で見てるからね。2か7、1じゃないと思うよ。だって1って勝てる気しないから自分で出てもいいよって言って、僕もそれを気持ちすごくわかる。8の黒を当ててなかったからね、僕ってすごく気持ちがよくわかるので、それぐらいですかね、はい、4番さんいきます。で、4番で終わるかもしれんやん。これ絶対安定いった方がいいと思う。6番これごっつりやん。発言します。まあ5番さんに言っとくと、今日仮にグレー詰めても4は釣れるんで、まあ、一応4が真の世界線だった場合の黒位置を明確にしときましょうか。だからまあ、客観してるのは1釣るしかないから、1番さんは村でも飲んでくださいかな、カングレー位置にいる、8番に投票できてない人物として、かな。5番は9神で、一応盤面上、神1上での8番に投票できてないけど、白ポジはあるから、まあ、あとは残ったやつが1つって終わんなければ4つって終わんなかったら、そこもまた精査でいいと思います。俺は4番は、
芯あるかなと思うけど、正直。一巡目でも。まあ、あんまし占い師を落としたくなかったから。9番が、まあ、盤面のあれかわかんないけど、なんかちょっとぐちゃってた気がしたから。4番を狼で、追ったり、7、8をローで追ったり。で、まあ、最後訂正して、7強で追って、4、8ローで、最後は、終わらしてたけど、ちょっとぐちゃった感があったから。まあ、4の占い師も納得いたから、芯はあるかなとは思うから、今日は1番釣りでお願いします。終わんなかったら4番釣りね。これは変えません。以上。7番のプレイヤーが発言します。俺は4芯で見てるから、4決め打ちで勝てると思ってるから、イチゴのローラで勝てると思うんだけど、まあ自分がよく潜伏占いするっていうのもあるけど、これ仲間に打つか、占いないの透かしてるとこにしか白打てないよね。で、9番さんが占い師だったら絶対ドーン進行とかすべきじゃないから、陣外先に出して2周目で、3子を狙いに行った方がいいから、9番さんがもう占い子をした時点で自分芯切ってます。で、5番さん占いないの透かしたし、3番さんと4番さんが1怪しんでたように、普通はあそこは1を怪しむ。なぜかっていうと、ドン進行を狼嫌うから。だから1番さんが若干嫌う視点を持ってたんで、3と4って1を釣り寄せてるじゃん、しっかり。で、5番さんだけ1を釣り寄せてないよね。だから視点が違うのよ、5番さんって。で、8番さんも結局視点が違ったでしょ？ 5 と1は怪しんでないから。で、自分が怪しんだ1と5に相方がいるから8って7釣り寄せたんだと思うよ。俺は5で終わると思うけどね。 俺が猛烈に5を釣り寄せたから8も7入れたし、5も7入れたんだと思うし、ここ9勘で4釣ろうとしてる時点でもう5番さんの進行がおかしいでしょ。俺は5番で終わると思う。しかも5番さんって2周目に釣りに誘導してたじゃん。8じゃなくて、自分は5行くよ。1番さんも5行こう。全プレイヤーの発言が終了しました。打ちたければ打てばいい。グダグダ言わずにな。1、4。なんで1、4言ってる。5番のプレイヤーが発言します。4番さんが僕に来てる、ああ、来てるのか。47とかじゃないんですか？ 47とかじゃないですか？5番自47は投票ね、しないてや。784強。5番自投票してるやん。784強。いやもうなんか、7番さんがローだったらみんななんか、白く見てるでしょ？ 3 番さんと6番さんって。いや、わからんけどね。4番さん芯も持ってるし。無理ちゃうの。何僕はこれ。無理ですよ。1番さんで終わるんかな？ちょっと1番さんの発言聞きましょうか。僕は無なんらすでよ。一7応入番れさん言ってんとくのけこど。れ。無理ちゃうの？ 7 番ローやったら。勝てへんな。1番のプレイヤーが発言します。ああ、これ、投票で追加できないんだ。今日俺を釣ってください。5番を釣るぐらいなら。はい、その方が盤面、8が黒だったからスッキリすると思うんで。で、5はこの盤面で、5番って自分自身に入れてるんで、狼目ってもうやっぱないでしょ。で、4がさ、7占う理由って、7って村で見られてたから、4が強靭ならかっこいいムーブじゃ、行くムーブじゃないと思ってるから、4黒なんじゃないかなって思ってる。俺は4初日がから9の黒占でい神経を9明か確にも述べわてるとけ思う。だから、ね今日誰から発言え。始まったか覚えてないとか言ってたりとか、6の霊能を把握してない、4番ってやっぱ芯を追えないと思うし、9が噛まれたっていうのは、やっぱ4が狼で9神って分かってるからこそで神こ抜けれたの読かんなだと思っろうって、て8が相方で噛まれて、釣られてしまったからね。で、3、まあ、あとどうしようかな。いっぱい言うことあるんだけど、2番にしておき、しておくと、2番に投票した理由言ってないとか言われたけどさ、昨日からなんか白漏れすごいんだけど、言ってるからね、8を白弾きしてて、9を新4で今日見てたから。全プレイヤーの発言が終了した。打ちたければ打てばいい。グダグダ言わずにな。
473。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を5で終わらんのか。まあそうですね、僕多分残ってても最後わからないんでマジかよ。かこれみんなと多分視点違うでしょ。一番さん僕は白く見えてるし、二番さんも全然グレーでしょ。何これ、なんで9番さんが芯ないってこと全然わからへんねんけど、4番さんなんか白い発言した、5番さん霊能だと思ってたとか6番さんは触れてないとか自分で言ってるんやけど、いや、もう5番村なら1に言っといてくれよ、もう。むちゃくちゃじゃないの、そもそもの発言が。なんで芯があるのか分からへんねんけど。これ2に名は届かんぞ、これ。1も4言ってるからな。まあ、頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、これでもう4は黒点よ。4強人2分の1で5ばっか。これ411なぁ。夜が明けました。一名の方が亡くなりました。一しろ4番あーが発言します。マジかよ、これ一しろだったんだけど、マジでありえるんだけど、2番さん上手すぎない、ガチで。もう一番じゃん、もういいよ、じゃあ説得するわ、もうこれ一しろ出ちゃったから言うけど、一番さん、じゃあ俺が狼です、一番さんが言うんね。で、あった場合って、8番さんって絶対黒結果見えるわけよ。うん。ってことはだよ、俺って確実に今日釣られない？昨日か今日。これゲームオーバーなんだよ。面白いな、これ。わかるよね、ってこと。ゲームゲーム性として、もう俺って釣られちゃうんだよ。なぜわざわざあえて9番さんを噛むの、俺がローで。ありえんでしょ、普通に考えて。そこは頼む。うん。で、悪いけど、俺1黒打ったら、俺釣った後1番さん釣られる運命しかなかったと思うよ。そこだけ言っとくね。で、なぜこんだけ気合入ってるかっていうと、俺は今日釣られても構わないんだよ。9番さん強人、8番さんローは確定してるから。だから PP は 100% 起きないんだけども、あーパルデさんいいですか、ありがとう。この後怖いのは、俺これ最後俺釣られたら笑うけど、疑われること、2番さんによってね。俺が釣られたら笑うけどな、うん、そこを懸念してる。だから今日俺釣っても構わないよ。だけど俺は死んだからね、そこだけ言っとく。うん、あのね、急に申し訳ないんだけど、5番さんのその9番さんが死んに見える理由がわからないんだけど、具体的に言ってくれないと俺も反論のしようがないし、俺全力でやったと思うけど、占い師も頼むよ。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、もう今日は4釣ります。多分2番が1ポジになるのかなとは思うけど、なんで1を差し置いて5釣んの。3番も5は一応盤面上での白要素はあったじゃん。4級が新強糧だった場合の5番豪快で囲われてる9を先に噛む8番が釣られてる状況下で、なんで7番も1号でローラするんだったら別に1からでよかったじゃん。あれは盤面上での5、1だったら1からの方が絶対的に正着だと思うけど、7番が1号のローラで終わると思ってんだったら。そういうのをされると、4強7ローで村の5番を最初に釣りに行って1をの保存しておくっていう魂胆が見えるよ、一応現状ね。どう取るかでいいんじゃないかな、多分2番が1ポジで。って思うかな。俺が残ったら正直多分2番にはちょっと入れれねえかな。1番のあれを狼でやってるか村で取ってるかぐらいの議論になるから、さすがにキノコを釣りを入れるならかな。今日は4釣りで7番
のプレイヤーが発言します。6番さん悪いけど4まあ釣るよ、4ローは追ってないけどな、4ローで9噛んだらもう 100% 勝ちないから、4のローは追ってないけど、俺はもう2に行くね。なんでかっていうと、俺はもう4の芯追ってるから。だからもう1の狼追わない。それに1番さんって4投票って捨て票だから。俺が猛烈に5釣り誘導してるから、1って狼だったらやっぱ5に入れるはず。だって絶対釣られちゃ負けだから1がローで。2は、2クロは納得だわ。うん、俺は、ちょっと4釣った後に行くね。もう1番さん疑ってないから。1番さんね、4がローの時って9噛まないから、もう9釣った時点、噛んだ時点でもう4のローの時勝ちないから。俺は4の芯追ってるから明日2に行くね。今日は4釣るよ。まあ、一応、狼もあるからね。5とか1が共鳴があるから、自投票してるから。まあ5の今日ないか、4から行くって言ってるから。5の方が黒かったから、1よりも。俺が8と1精査して怪しい方に入れるって言って5が7入れてるし、俺は5、1のランって初日言って、8が7釣るって言ってるから、5と8のラインがめっちゃあったから、しかも5番手は昨日4釣りはないから、絶対グレー詰めていいから、占いされるのが嫌っていう5のローがあったから、俺明日絶対2に行くからね。今日は4行くけど。1番のプレイヤーが発言します。はい、まあもう7番がさ4番をさ死んで終えるのがやばすぎんだよね。どこに新芽があるのって話で、でも昨日あの盤面でさ、俺じゃなくて最終投票5番に入れてる4と7にムラ目あると思いますよ。26に言うけど、5は昨日の投票で5がラストウルフだとしたら自分に投票しないでしょ。釣られる可能性があったのに。7番が最終位置でさ5番に釣り縄向けてたからさ、それで4、7はまだ5に行ってんだ、昨日の段階で。で、昨日4に黒がある理由述べたでしょ。もしかしたら、もしかしたらだけ4強陣の7黒なのかもしれない。4が黒なら9カムと占いロラで負けてしまう可能性あるから。ただ7番があそこの4番の発言を聞いてさ、明確に4のシーンって言えるのは、7が強陣で、ご主人様に占いが出てる。なおかつ9番噛まれてるから4黒がつけてる7番の強陣っていうのもあると思うから、今日4番でいいと思う。まだ4、7陣外は確定だと思ってる。まあ、昨日俺に入れてくださいって言ったじゃんね。だからこの盤面でも俺の黒を追い始めるのは2と6に言っとくれみたいな。で、まあ、4番が人外と分かってるから言うけど、4番は俺に黒出した方が強かったんじゃないかな。7番は4の芯で見てるからさ、7番は4を芯って言っちゃってるから、俺のこと黒で7も追えなくなるし、4も俺の黒追えなくなるから超弱いと思うけどね。俺はもう4、7人外で決め打っちゃってるから、まあそれぐらいかな。とりあえず4番に入れて終わんなきゃ7に行く。2番に縄は使えません。以上です。2番のプレイヤーが発言します。ダメだこれも。俺目線4番の強陣がほぼ確定していて、4番8番狼だった時に9番が見やしないと思っているから、4番が強陣だと思ってる。まあ4番つって終わったらハッピーだったね、ハッピーな村だったねって思うけど、17はマジで分かんないって思っていてな。1番は2番からの評価使用しだ、1番が2番を釣るって言ったのは俺目線が違和感でしかないって思っているが、1番目線ってそれをひっくり返して7番、4番、7番が人外でしかないって今日言ってくれたのはありがたいんだけど、7番に対話をしたいって思っていて、9番がドーン進行を唱えたからといって、別に 3CO を柱、別に7強4ローもあるから4番行くだけでやった場合って翌日2番4番ランになるから、あ、知らん、わけがわからない。これは7番の発言で8番を釣り押し8番に投票をしているから7番と8番狼が見えないって言っているから、じゃあ7番行きます。7番行って、まあ、1強4ローとかだったら終了でいいかなって思ってる節はある。いやいや、これ俺が走り出しないと1番8番狼、俺見てないから4番強陣の相方が8番狼が確定していて、7、8か8、1で1番は擁護してくれた、7番が陣外にしか見えないって言ってくれているけれど、あんまり7、8は見えないって言ってんだ。死んだったら絶対ドン進行とかそんな辺でいい。その疑いにはどんな根拠がある。
4が。7番のプレイヤーが発言します。俺も1の狼追ってないから、4釣られた時点で俺釣られたら負けないよね。けど俺が釣って終わってない時点で1目線って、もう4の芯確定するやろ。あの1番って俺の狼追ってるんやろ。1番どこ入れた？あ、1番俺でいいよ。あの1番俺釣って、1番俺釣った時に終わってない時点で2のローってわかるやろ。あの4のローってないから。4がローの時、8が釣られて9勝ったら勝ち目ないから。だから1は絶対7よ。2も7いけるやろ。2は7いってるやん。ああ、2はちょっと4の強にかけたんか。いや、6番も今日7いって、俺1がローだったら、あそこはちょっと勝負したと思ってる。俺が5釣り誘導したのに、今日は7釣りでいいよ。もう1が狼なら勝たしてあげていい。俺9の芯追ってないから。4番のプレイヤーが発言します。いやマジねえわ、サンバさんごめんな。無理だよ、こんな1号みたいな村がいたら。だって5は自投票で1は実例発言でしょ。勝てねえよ。その後7番さんが柱発言でしょ。まあでも7番さんの言ってることはわかる。1番目線っていうのはもう俺のローはもう捨てろ。捨てた状況で7がもし今日終わんなかった場合って1目線って2しかないだろもん。PP はねえから俺死んだから。だから1は7言ってくれ。うん。もうそれしか書きようがない。7番さんごめんね。もう勝てねえ。3番さんごめん。本当勝てないと思った。で、6番さんはもうミス誘導してるからもう俺は謝るつもりはない。ただ3番さんと7番さんだけは唯一本当にまともにやってたと思う。ごめんね。多分俺これ勝てないと思った。うん、2番さんうまかったよ。今日は7いってな、せめてじゃあ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。ああ、これ1が。6番さんは分かってくれたか、なんとか。いやー、なんとか救いだわ。6番、あ、でもどうか、6番さんどうせ噛まれんのか。いやー、マジか、俺ここまでの村だとは思わなかったよ。マジか。最初順調だったやん。なんでこうなった？どっからこうなったの？俺が偽になったの。どこ、まあ1番さんは最初からロックしてたし、あ、そうか、1個はロックしてたもんな、わけわかんないところで。いやで、1は俺でしょ？1番さん、村なんだからさ、7釣りは分かるじゃん、1目線って。なんで俺言ったの？いや、ごめん、本当理解が、ごめんね、宗教の違いなのかな？じゃあ、そうしとこう。分からん、俺にはもう。うん、俺は頑張ったよ。てかね、俺はもう責められる筋合いないかな、正直。うん。申し訳ないけど、ごめん。俺はもう力不足だった。どう考えたってさ、今日行くとこって7じゃない、1番さ。あなたたち村なんだから、2番だって7でいいんじゃないの、だって。まあ2番目線はいいけどさ、人外だから。いや、神なしかな。マジか。神なしか6か。6番さん気づくの遅いよ。まあいいや。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も知りませんでした。した発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず2番さんに何度も言いますね。何度も言う。俺が2番に投票した理由を言うの、これで3回目なんですけど、俺は視点を8を白はじきして4強陣で見てたから、27ローローしかなかったの。9は5にしろって言うから、分かります？そして6の霊能が8、1、2の中で人気投票って進行路落としてるから、2番しか投票位置がないの分かる？ 2 番さん、これで。これで分かんないならもう知らないわ。でそれともう4番死んでんだけど、4番はなんか昨日から逆入れかましてるけど、だったらあんなひどい把握漏れをしないでもらいたい。そんなんじゃ死んじゃおえない。
4の狼弱いけど全然なくないから、だから昨日は4釣り以外ない。あの4番を死んで終える7番ってやっぱ黒いし、やっぱあの時の5と1の俺の決戦投票の釣り値ってのは俺だったと思う。8が黒だったから、81ローローがラインあるでしょ。だって6番さんも述べてたけど、で5番はあの段階で自分に投票してる、自分自身に。だから5のローメって比較的にないし、俺を釣った方がローメってのはすっきりすると思ってるから、5番って確信に出る気だったしね。4が俺に白を打ったら2番みたい、2番がなんかよくわかんないけど俺の黒もあるんじゃないかとか言い始めてるけど、だったら4番が5に白ったら強くなるでしょ、これはちょっと。だから俺だったんだけど、そこで7番っていうのは5番に投票してるから、やっぱ7番っていうのは人外味しかないんだよね。これで2番さんがわかんないんだったらもう知らない、あとも言うことないかな。もう3番にも言っときたいけど、なんか俺がさ、同進行の決定権を2に任せて、あなた2の色見えてるんですか、叩いてきたけど、あなたも4番に占い先指定して4の真偽ついてるんですかってところでね、本当俺は3番が騎士でよかったと思いますね。3が騎士じゃなかったら。2番のプレイヤーが発言します。7番の自投票と自分を釣ってくる4番が真だって、7番、8番で言っていたときってめちゃくちゃ強えなって思っている。俺はあんま追えないからやっぱ1番、8番って言うけど、2番からの評価集をし、7番に黒塗りをする、しているっていう点も追えるが、1番、8番であったときって、7番から評価しよう、7番の評価しようし、2番に黒塗りをしたが静着だと言っているから、多分強い進行を取っている7番、8番、7番と8番でラインを切って8番に投票し、4番の強人を見抜き、9番を噛み抜き、2番黒にしたい。わかんない。申し訳ないけど、1番、7番精査。1番に言っておくと、俺視点の盤面精査だったら7番と8番のライン切りに見えないから、し、5番が囲われた狼だったときって、4番でクロス飛んだときって、ほぼ陣盤面だから5番の狼はないから、1番釣りが静着だって俺言ってるだけ。だし、1番と8番であったときは俺8番投票しないです。2番と8番狼だったとき8番投票しないです。って言っておきます。表行動を見てください。って言っておきます。が、7番がわけがわからないので、9番シーンを追っているから、あーってなってる。9番シンなんか追ってねえですよ。別に9番がシンであったとして 3CO 狙いでドーン進行を唱える時もあるから、ドーン進行がシンだったら言わないってのは成り立っていないって思ってるから、7にしか入れれない。1番農家に追っている、1番には1番スムラだったら申し訳ないって思っているんだけど、マジでわかんねえ。2番8番ではないです。6番のプレイヤーが発言します。まあ、正直、2番に入れる世界線は、あんまし考えて、あるとすれば、4強の5番くん。ああ、もう。まあ、4がシンだったり、7番が村だったりで言っとくけど、5番を釣ってるから4のシン目が下がってるっていう感じかな。ダメだ。本当に2番来るで1番釣って4が2だったらまだ終えたけど、4が1号のタクで、4、まあ4は死んでるけど言っとくけど、あなたが死んだったら多分客観視点どう見られるか多分考えた方がいいっすね。普通に。あそこで5番を釣りに行こうや、4が。2日目地釣りを飲んでた1番と3日目地釣りを飲んでた7番。2番ね。噛んで欲しかったな。ダメだこれ。正直俺4の芯ってマジで見えてない。あるとすればほんと5枠ぐらいでしかこの2番の黒を得ないんだけど。あんまし2番に入れる気持ちはない。7番がほんと2番が黒だったらちょっと説得してほしい。7番のプレイヤー6番さんちょっとね、永遠延長してもいいから俺の白要素は永遠言えるから、とりあえずもう1が7に入れるって言ってる時点で6番さん2に入れないと。で、俺が狼だったら絶対6噛むよ。でね、まず4と9に狼がいなかったっていうのはここで分かったやろ。4と9で狼がいなかったよね。俺は猛烈に4の芯って言ってるんだから、俺が狼だったら4噛むでしょ。で、なぜ6番さんが残されてるの ?6 番さんが2白してるから6って残されてるし、まず4級の精査をしてどっちが芯だったの?9番さんが新占い師だった時って絶対あの発言せずに2週目で CO した方が得じゃない?
先に陣外を出させて2周目で3周に出た方が得だから、占い師であのドン進行とかしないのよ普通で。5番さんってドン進行嫌がってる時点で占い師がないじゃん。で怪しかったでしょ5番さんって1白置きが。まずだからそこに白打ってる時点で9の強を追わないと。でなぜ俺が柱したかっていうと、1がもう4つった後に7行くって言うから俺は柱したのよ。で7つって終わらなかった時点で1目線って4の芯しか追えないじゃん。だから俺釣りが静着なのよ。2がなぜ狼か言うよ。2って7に行けてないから、47のランで。で7釣った時にあの4の芯が確定するから2釣られるから、2は昨日決戦で7入れててないのよ。6番さん噛まれてない理由悟ってよ。もう永遠やろうよこれ。全プレイヤーの発言が終了し、その疑いにはどんな根拠があるのか。ああもうこれほんと占い心境今後強いねやっぱ。あ、行った。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番。ああ、よかった。取締役さんゲストありがとう。ああ、そう、響いたか。おい、どうしてどうしたの ?6、1。え、どうしたいや、もう、俺は4番の芯切ってたから、ロックしてたんだけど、7番が最後の、まあ、2番がもう最後まで。俺の話を理解できないっていうのは人外でしかないと思ったから。ナンバー3のネグレクト、ザ・ファーストシーズンの開幕だ。占い師、ナンバーワンがホワイトカラー、ナンバーワンがホワイトカラーのプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いいたします。完了しましたね。いやーこれむずいな。黒過去やんのかな。七二人狼か一二人狼か。いやーこれむずいな。